皆さんこんにちは。ミュージカルウェイトレス R 役の渡辺大輔です。R という役なんですけども、まあ、世間一般的に言いますとすごく嫌な男です。ミュージシャンという夢に挫折しまして、その、まあ、失敗といいますか、それを、まあ、ジェナのせいにして、切れてしまったり、まあ、あと束縛ですね。まあ、多分いろんな方々が経験あると思います。束縛良くないです。やめましょう。あと嫉妬も良くないです。この嫉妬心っていうのが本当に復讐とかいろいろそういう心に変えてしまうので、そういうことにならないように嫉妬というのはなるべく世の男性避けましょう。R になってしまいます。まあでもそういう男、まあ、魅力的な男なんですが、まあ、そういうちょっと嫌な役っていう部分がありまして、まあ、自分的にはこの嫌なやつっていうだけではなく、作品を通してですね、一種のこうスパイスというなる、まあ、役目というふうに思っているので、そのスパイスになれればなと思っているのが、自分の今の一番の、意気込みといいますか、はい。まあ、でも役としては本当に嫌なやつなんですけども、そこを皆様に認めていただければいいなと思っております。あと本当に今回素晴らしいキャストの方々が、高畑充希ちゃんはじめ素晴らしい方々が今揃っております。そこにやっぱり自分がなんか加えていただいたときに、なんていうんですかね、すごく自分でいいのかっていう、まあ、自信がなんかちょっと、まあ、不安になりあったんですけども、まあ、自分が出演させていただくからには素晴らしい作品になるように強く願いながら稽古に励み、本番に、皆様には素晴らしい作品をお届けできるように、世界的にもう、称賛を浴びている作品なので、その初演の R をやらせていただくので本当に楽しみにしております。本当に。あとですね、これは絶対一つ言えるのは、そのストーリーですかね、ストーリーにプラスアルファで音楽が素晴らしいんですね。この音楽に助けられながら、そして皆様は音楽に魅了されながらストーリーを見ていただけると、より深く楽しめるんじゃないかと思いますので、その辺も気にしながら見ていただけると幸いでございます。今日本のみならず世界的にも大変な時期ではありますけども、できればたくさんの方々に本当に見ていただきたいです。日本初演ですからね。日本初演なので、たくさんの方々にミュージカルウェイトレスを見てほしいと思います。ぜひご覧ください。劇場で待ってます。